防衛省がイージスシステムを搭載した艦のガズタービンエンジン選定で、ロールス・ロイス社の MT-30 エンジンを2機搭載するという情報を入手しました。今回は、イージスシステム搭載艦の心臓部に、ロールス・ロイス社の MT-30 ガスタービンが採用されたことについて考察していきたいと思います。トマホークも搭載みたいです。中国が日本を警戒しているのがわかりますし、海上保安庁も、尖閣に超大型巡視船を建造、浮上基地として戦略を打ち出した。中国の日本へ対する警戒に対応したのか、海上保安庁も、尖閣に超大型巡視船を建造、浮上基地としての戦略を打ち出したようです。防衛省は、今後の日本の弾道ミサイル防衛、BMD を支える新戦力として、2024年度の防衛予算に、イージスシステム搭載艦2隻の新規建造費用3731億円を盛り込んでいます。イージスシステム搭載艦という呼称は、現行の海上自衛隊が配備している8隻のイージス護衛艦と区別するために用いられているもので、わかりにくいとも感じますが、後者と別物と示す意図があるのです。イージスシステム搭載艦は、当初から、日本の弾道ミサイル防衛、BMD の担当艦艇として企画されたのかといえば、そうでもありません。2017年末時点では、アメリカから、陸上配備型のイージス・アショアを2セット分調達することが決まっていました。このイージス・アショアは、翌2018年、1セットずつを、秋田県と山口県の陸上自衛隊演習地に配備、展開する計画で、日本の国土全体への弾道ミサイル防衛、BMD を担当することが基とされ、それに伴う地域への説明会等も実施されていたようです。ただし、その内容は、不親切でいい加減なものであり、地元住民の理解を得られるものでは到底ありませんでした。説明する防衛省職員が居眠りしていたという体たらくでしたからね。2年後の2020年6月、当時の河野防衛省は、イージス・アショアが、弾道ミサイル迎撃用ミサイルを予定地の演習地から発射した場合、ブースター部分が近隣の地上に落下する恐れがあるため、中止と発表したのです。日本がイージス・アショアのプログラムソフトを回収できれば、ブースターの落下位置をコントロール可能だったかもしれませんが、弾道ミサイル防衛 BMD の体制整備は、一刻を争う課題とみなされていました。つまり、時間が足りないと判断したわけです。イージス・アショアの導入を諦め、代替手段として、2020年末までに、同兵器のミサイルシステムを艦艇に搭載することに変更しました。こうして、イージスシステム搭載艦2隻を新たに建造することになったのです。イージスシステム搭載艦は、建造決定後に、非常に巨艦になる可能性も報じられ、従来のイージス護衛艦のほぼ倍以上の規模の排水量になることも示唆されました。当初、イージスシステム搭載艦の規模が大型化すると想定された理由は、もともと陸上配備型だったイージス・アショアのレーダー等の機材をそのまま搭載するためには、艦隊の大型化が必須という見方があったのです。また、陸上配備型のイージス・アショアの代替として、海上の艦艇で行うと仮定した場合、波の影響で、艦隊自体に強い揺れが発生する事態を回避するため、できるだけサイズを大型化して影響を最小化するためとも報じられました。しかし、現行のイージス護衛艦に比べると、大きすぎる艦隊は、実際の艦隊行動等を想定した場合、現実的ではないとの判断をされたようです。今は、それほどの巨体とは言えないサイズになりました。とはいえ、この規模感でも、現行のイージス護衛艦と比べれば、基準排水量でも 1.5 倍には相当しますから、西側諸国の駆逐艦等の水上戦闘艦の中では、アメリカ海軍のズムボルト級ミサイル駆逐艦に次ぐ規模ということは間違いないでしょう。さて、こういった紆余曲折を経てきたイージスシステム搭載艦ですが、防衛予算上での正式名称としては、令和6年度兜型警備艦と記載されており、通常の海上自衛隊の護衛艦と同等と言えます。イージスシステム搭載艦の建造は、三菱重工業社が1番艦を担当、JMU ・ジャパンマリンユナイテッド社が2番艦を担当する予定で、前者の三菱重工業社による1番艦は、
2024年度に寄港される予定になっています。現時点では、イージスシステム搭載艦の2番艦の寄港時期は未定ですが、最終的な収益の時期は、1番艦が2027年中、2番艦が翌2028年中とめされており、寄港からは、およそ3年で実戦配備に至る計画となっているそうです。飛行から収益までのスケジュールも、最新鋭のマヤ型護衛艦と、ほぼ同様の期間で、基準排水量で約 1.5 倍の大型艦であること、全くの新造艦であることを考慮すれば、かなり高速な対応と感じられます。そんなイージスシステム搭載艦ですが、2024年5月末には、イギリスの航空機及び船舶用エンジン製造企業として、世界的にも、著名なロールス・ロイス社から、機関部を受注したという情報が公式に発表されました。ロールス・ロイス社の発表によれば、イージスシステム搭載艦の機関部には、同社の MT30 ガスタービン機関が1隻に2機実装されると報告されていて、世界まとも採用例の多い同機関でも、この構成は初の事例になるということです。この MT30 ガスタービン機関のアルファベットの2文字 MT は、船舶用の機関部であるマリントレントを示す頭文字の略称で、大元は、同社の航空機用のターボファンエンジンのトレント800を船舶用に改めたものです。これは、ロールス・ロイス社の船舶用のガスタービン機関として最新のもので、海上自衛隊の最新鋭護衛艦もが味方にも重きとして採用されています。もが、味方は、MT30 を1機と、ドイツの MAN 社製のディーゼル機関2機を合わせたコダグ方式です。ロールス・ロイス社の MT30 ガスタービン機関は、イギリスでは、クイーン・エリザベス級航空母艦2隻、建造予定の26型グラスゴー級フリゲート8隻に採用されていますが、もっが2型だけで、12隻の建造が決まっている日本の方が採用隻数が多いことになります。それ以外の国の採用例としては、アメリカです。フリーダム級沿海域戦闘艦で16隻、ズムウォルト級ミサイル駆逐艦が3隻で、特に、前者は、MT30 ガスタービン機関を、世界で初めて採用した艦艇でもあります。さらに、イタリアの強襲揚陸艦トリエステ、韓国の耐久級フリゲート8隻、オーストラリアのハンター級フリゲート3隻への搭載が、期間は確定していて、今後も増加が見込まれています。この MT30 ガスタービン機関は、1機で、少なくとも、4万馬力後半から、5万馬力前半の大出力が発揮可能で、電力としても、36メガワットから40メガワットを供給する能力を持っていて、これを2機搭載するイージスシステム搭載艦には、電力供給についても期待できるでしょう。と言っても、もともと陸上配備型であった弾道ミサイル防衛 BMD 用イージスアショアの代替となるはずのイージスシステム搭載艦に、既存のイージス艦よりも強力な水上戦闘艦としての任務を求める動きには違和感がありますね。日本は近年周辺地域の安全保障環境の変化に対応するため防衛力強化を進める傾向が強くなっています。特に弾道ミサイル防衛 BMD 体制整備に注力し、2024年度の防衛予算には、新たなイージスシステム搭載艦2隻の建造費用として、3731億円もの巨額を計上しました。これらの艦艇は、日本の周辺国からのミサイルの脅威に対抗するための重要な役割を担うとされています。イージスシステム搭載艦には、最先端のレーダーとミサイルシステムを備え、日本全土の防衛網を強化することを目的としているそうです。前述の通り、地上配備型イージスアショアの計画を中止、柔軟な海上展開が可能な艦艇へと方針転換しました。海上でのシステムは、地上型より迅速に展開可能で、防衛戦略において、新たな次元をもたらすものと考えられているとか。このように、日本は、自国の安全を確保するため、防衛力強化に力を注ぎ、新しいイージスシステム搭載艦の建造は、その象徴的な一歩として歓迎する声も少なくありません。日本の防衛体制が大きく変更することで、
国際的な安全保障環境の中での日本の位置づけが強化されると期待する向きも多いようです。台湾が染めた自国で建造した潜水艦一番艦ハイクン、海鯤がついに動き出したという情報が入ってきました。今回は、そんなハイクンの性能について見ていきます。ハイクンの X 舵は、日本の潜水艦に似ているようですし、親しみが持てますね。しかし、アメリカ海軍が全面バックアップしているとはいえ、台湾海軍が動かせるのかもかなり気になるところです。MK48 魚雷搭載はマジでやばい。中国原潜も終了です。9月28日、古代中国創造上の巨大魚の名を持つ台湾で、初の国産潜水艦ハイクン型一番艦が、台湾南部の高雄の造船所で進水式を迎えました。このハイクン潜水艦は言うまでもなく、近年、台湾の武力統一の意思をあからさまにしている中国習近平体制への大きな牽制力になると思われます。台湾の潜水艦に対して中国は身の程知らずと非難しました。逆に言えば中国にとってかなりの深刻事態だからこそ過敏に反応したのではないかとも推測されるのです。通常動力型潜水艦のハイクンは通常型としてはビッグサイズです。そのせいふさわしいと言えるでしょう。でも、同タイプの海自最新型潜水艦タイゲイ型よりはちょっと小さいようですね。特徴は、タイゲイ型と同じく高性能リチウムイオン電池を採用したため、2週間ほどの連続潜航が可能と推測されること、アメリカの原潜に搭載している最新戦闘システムを採用していること、高性能長距離誘導魚雷、射程約 50km を装備していることです。兵装の中でも、MK48 魚雷は、時速70〜100km、敵が回避しても再指令すると、何度も何度も攻撃を繰り返す、しつこい魚雷です。もはや、水中対艦ミサイルと断言しても誇張ではないほどの性能ではないでしょうか。アメリカの最先端技術が使われているので、タイゲイ型よりも高性能ではないかと考える、防衛軍事関係者も多いようですね。台湾は、潜水艦を自前で作りましたが、建造のノウハウは持っていませんでした。ではどうやって作ったのでしょうか。ある報道によると、アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、スペイン、インド、韓国の7カ国が協力したというのです。つまり民主主義勢力連合というわけです。日本にも参加要請があったらしいのですが、対中関係などを考慮して、軍事的協力は断ったが、民生レベルの技術協力という名目で応援している可能性はあるという噂です。自分で作れなければ、外国から輸入すればいいじゃないという某フランス女王のような声もあるようですが、台湾は国際的にも非常に微妙な存在です。潜水艦の完成品を外国から輸入するとしても、売却する国はほとんどないでしょう。というのは、世界の多くの国は中国との国交を選び、台湾と断交しています。建前上は、一つの中国の原則に従ったという形です。日本もそうです。ですから、台湾へ武器を輸出することは、一つの中国体制を無視することだと、中国が猛反発、巨大の経済力を武器に、貿易制限、中止の報復に出るのが、いつものやり口になっているのです。実例があります。潜水艦を売却したオランダと1980年代に軍艦やミラージュ戦闘機を販売したフランスが中国の経済制裁でダメージを受けています。唯一の例外はアメリカです。
台湾の安全保障を謳う国内法、台湾関係法を理由に、中国の非難を無視して、台湾に武器輸出を続けています。中国とは、正面から対決はしないが、全面的に認めるわけではないという方針でしょう。国内法を盾にして、外国を脅すのは中国も同じでしたね。いずれにしても、台湾が潜水艦建造クラブに入り、自前で量産できる国になった事実は、中国にとって見過ごせない大きな衝撃だったでしょう。つまり、台湾が輸入しようとしたら、輸出しそうな国を、中国は経済制裁で脅し、中止させることができたのですが、もう脅しは効きません。台湾は、好きな時に、好きなだけ潜水艦を作り、配備できることになったのですから。ロシア・ウクライナ戦争を見た台湾は、潜水艦のように、重要な兵器は自前で確保するのが、安全保障の肝と痛感したのでしょう。台湾については、次は、スタンドオフ巡航ミサイル用の潜水艦を開発するのか?という気の早い話題も飛び出しているようです。スタンドオフミサイル最大のメリットは、敵の射程外から攻撃できる距離の長さでしょう。中国が上陸作戦を行うとしたら、ミサイルやドローンの攻撃対象になるのは、空軍基地やレーダー、防空設備、軍港などです。敵の耳目と反撃手段を叩くのが戦術の定石ですからね。このため、台湾は反撃能力確保にも熱心で、中国大陸に届く国産の対地巡航ミサイル射程約 600km の量産をスタートしました。また、改良型として射程 1200km のミサイル開発中ということです。中国本土での標的は台湾海峡沿岸の福州、アモイなどの主要港湾都市と考えられます。ミサイルは中国側から攻撃し、憎い台湾島南北の険しい山脈の向こう側、東海岸に配備すると推測されます。両地点は十分射程内ですが、巡航ミサイルは、撃墜回避のためジグザグ飛行ですから、最大射程の半分から7割程度が有効射程距離とされます。軍用トラックに搭載できる移動式ミサイルなので、狙い撃ちされにくい一方、中国工作員の破壊行動などに遭う危険性はあります。となると、台湾は、潜水艦にスタンドオフミサイルを搭載、反撃手段の切り札にするだろうと推理する向きもあるようです。しかも、10発以上の搭載を目指しているという説もありますし、射程 1200km の巡航ミサイルを潜水艦に積めば、黄海まで進出して首都北京を伺うことさえ不可能ではないと思われるのです。この潜水艦の存在自体が、中国への強力な抑止力になることは間違いないでしょう。万が一北京を攻撃されたら、共産党指導部の権威失墜は間違いありません。ある人が想定した台湾有事の際のシナリオを紹介しましょう。中国指導部を戦意喪失させるため、台湾潜水艦は中国の空母や強襲揚陸艦などの撃沈を目指して攻撃してくるだろう。以前は台湾有事でも中国との全面戦争を避けたいアメリカは中国軍艦への直接攻撃はないだろうし、台湾には4隻の老朽潜水艦だけなので全く勝負にならないと考えられていた。しかし状況はガラリと変わった。アメリカが制止しても台湾が自衛権に基づく反撃として複数の海軍級で出撃したら対潜戦能力で劣る中国海軍は行動を制限されるだろう。艦艇の太平洋側への展開はおろか、軍港から出ることすら不可能になるかもしれない。そして、万が一、大切な空母が撃沈されてしまったら、侵攻作戦を主導した習近平国家主席は、一気に権力の座から引きずり下ろされる公算が高い。当然、侵攻作戦も中止せざるを得ない。台湾有事となれば、日本、アメリカ、イギリスなど多くの西側潜水艦が、密かに台湾に加勢するだろう。台湾潜水艦が前面に出て、中国の空母や大型軍艦の太平洋展開を阻止すれば、台湾東部太平洋地域で、中国が制空権を握るのは、ほぼ絶望的になる。そうなれば、この海域に進出した中国潜水艦は、
西側の潜水艦や追戦哨戒機に次々に発見され、撃沈される可能性が高い。潜水艦の存在理由を思うと、仮に西側連合軍に撃沈されたとしても、西側が撃沈したと中国が公言はできない。自軍の弱さを認めるようなものだし、ごまかそうにも海中の出来事なので証拠もでっち上げにくい。身動きが取れなくなってしまう。こうなると、台湾を海上封鎖し、兵糧攻めで締め上げるというシナリオは瓦解してしまう。台湾の潜水艦建造に関しては、中国側に機密が漏洩したとリークされたり、2027年までに5隻以上を建造して、中国の脅威に備える予定らしいなどという、まことしやかな話が、ヨーロッパあたりの防衛関連業界から聞こえてきたとか、情報戦の駆け引きが激しくなっているようです。一つ言えることは、集大成の台湾武力統一への執着のせいで、台湾が潜水艦を建造したようなものですから、つまりは、寝た子を起こして、藪から蛇を出したようなものと言えましょう。